デュロキセチンは、セロトニンノルアドレナリン再取り込み阻害薬と呼ばれる抗うつ薬の一つである。日本では2010年からサインバルタの商品名で知られる。薬基法における劇薬である。日本での適用は、うつ病、うつ状態に加え、糖尿病性神経障害、神経元性頭痛、繊維筋痛症、 慢性腰痛症に伴う頭痛である。機能性ディスペプシアの症状に効果があるとする医師も多い。フルオキセチンの開発にも携わったイーライ・リリーによって1980年代後半に合成され、1988年に開発がスタートした。しかし、1996年に第3小試験に入らないことを決定したイーライ・リリー社は、 開発から退き、日本での塩野義製薬の単独開発が始まり、その成果を見た。イーライリリー社は1999年に再開発を始め、2001年に FDA に申請、2004年4月に承認された。2012年現在、日本を、はじめ95カ国で承認されている。 日本では2010年4月にデュロキセチン塩酸塩としてイーライリリー及び塩の犠牲薬からサインバルタの商品名で薬価収載されている。日本での適用は、うつ病、うつ状態、糖尿病性神経障害に伴う糖痛、繊維筋痛,痛症に伴う糖痛である。日本では2012年2月に糖尿病性神経障害に伴う糖痛が 適用された。2015年5月、繊維筋痛症に伴う頭痛について適用された。2016年12月に、変形性関節症について適用が追加された。また、アメリカ合衆国では、糖尿病性、ニューロパチー、繊維筋痛症、全般性不安障害に適用があり、ヨーロッパでは、腹圧性尿失禁、糖尿病性、ニューロパチー、 全般性不安障害に適応がある。デュロキセチンは既存のスンリーと同様にセロトニン及びノルアドレナリンの再取り込みを阻害し、シナプス感激、細胞外の 5HT とナノ濃度を上昇させる。スンリーでも既存のスンリーと比べ 5HT 及びな再取り込み阻害作用が強く、ドーパミン再取り込み阻害作用はほとんどない。特徴としても、 各神経物質受容体に対しての親和性が低く、コ,ーコリン作用や α1 喫抗作用による、神毒性が少ないとされる。これらと 5HT な再取り込み作用の基準から、副作用を抑えた酸関係抗うつ薬と見ることが、できる。また、前頭前皮質における、DA の濃度が上昇する。これは、前頭前皮質に DA トランスポーターの分布が、少なく、 そのためなトランスポーターを介して前シナプス終末部に取り込まれる。しかし、デュロキセチンはなトランスポーターを阻害するため DA の再取り込みも阻害し細胞外の有利 DA の濃度が高まるとされる。抗うつ薬中断症候群も他のスリーやスンリーに比べて軽いという。うつ病患者には大うつ病エピソード以外にも付随する症状を伴っている場合が多い。 特に、慢性疼痛や、血管運動症状などがあり、それに付随する形で、うつ病患者では、ヒステロイド性抗炎症薬の使用量が多くなる、傾向にある。繊維筋痛症などの慢性疼痛や、血管運動症状のように 5HT と、ナサイ取り込み阻害作用が適度なバランスである必要がある疾患に対し、上記の表のように、 デュロキセチンは 5HT 再取り込み阻害と、ナ再取り込み阻害が約10対1と理想的なバランスであり、米国や欧州では慢性頭痛を含めて様々な症状に応用がされている。本在の意識消失発作の発症頻度は0.27%と低い。日本における発売後8ヶ月間で多剤投与中の追加投与で2例の意識。 消失発作を起こしたという報告がある。一例目は手足を動かしていたことから、痙攣発作である、可能性が高く、二例目も発作時の脈拍、血圧が正常であったために痙攣発作である、可能性が高い。また、二例ともにデュロキセチンの投与の中止によって、発作は起こらなくなった。一般的に抗うつ薬は、発作の式位置を下げうるので、 抗うつ薬の多剤投与を行っている患者には特に注意を要す。尿貯留の副作用のため、アメリカ食品医薬品局は尿疾患には禁止している。主なもののみ記述する。詳細は添付文章の身長投与を参照されたい。これらは、ノルアドレナリンの再取り込み阻害作用により、 相対的に、交換神経が優位になる偽抗コ,コリン作用により、引き起こされるが、デュロキセチンはムスカリン製アセチルコリン受容体に、対する、親和性は、ほとんどなく、直接的な抗コ,コリン作用より軽度である。デュロキセチンは、主にサイプ 1A2 とサイプ 2D6 で代謝され、各酸化的代謝には、サイプ 1A2 が中程度に親和性を示し、 特に5ヒドロキシ体と4ヒドロキシ体の酸化的代謝にはサイプ 2D6 が強く親和性を示す。主要代謝物の活性化は低く、臨床では問題にならず、抗うつ作用を発現させるのはデュロキセチンの未変化体であることが示唆される。デュロキセチンは中程度にサイプ 2D6 を阻害するが、サイプ 2D6 を誘導する薬物は知られていない。 また、サイプ 1A2 の阻害能は最小限であり、誘導をすることもないとされる。このことから、シトクロム P450 に関与しないミルナシプランには、劣るが、デュロキセチンの薬物相互作用は比較的少ないとされる。しかし、デュロキセチンは、軽いサイプ 2D6 阻害薬であり、強力なサイプ 2D6 阻害薬のパロキセチンや、高容量で、 サイプ 2D6 を阻害するセルトラリン、強力なサイプ 1A に阻害薬のフルボーキサミンとの併用で、最大血中濃度と AUC の上昇が見られたため、それらの阻害薬との併用には注意すべきである。モノアミンの代謝が阻害されることにより、脳内のモノアミン濃度が高まった上でのモノアミン、再取り込み阻害により、昏睡や全身痙攣などの症状が現れる恐れがある。 主なもののみ記述する。併用により、ピモジドの酸化的代謝が阻害されて、血中薬物濃度と AUC が上昇した結果、心電図で QT 延長をきたす可能性がある。ありがとうございます。